はい、こんにちは、空波です。今日はですね、MT-01 です。はい、まあ天気もねこんな感じなんで、もう今日はね、MT-01 前々からねこのまあベンチュラのリアキャリアをつけたんですけども、このねリアキャリアにした理由っていうのがありましてね、はい、MT-01 の場合このマフラーがあるんでね、サイドバックとかサイドパニアがつけにくいんですね。はい、今この見えてる棒ですね、このベンチュラの、リアキャリアの棒、まあこれをねなんとか利用して、これ今ちょっとね、普段グロムで使ってるまあ、パニアですね。はい、ミニシェルケースってやつですね。はい、これをね、これをここに持ってくるつもりじゃないんですけどね。はい、まあこんな感じにしたいというイメージでね、ちょっと取り付けてみます。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、これはですね、SRV で使ってたやつかな。はい、サイドバックサポートなんですけど、まあこれをね、このベンチュラのこの、バーですね。はい、このリアキャリアをつけるためにできているバーに取り付けたいと思います。はい、まずね、まあ、直接金属のね、こう取り付け金具をつけると、当然、このバーがね、傷だらけになってしまうことが予想されますので、はい、まあ、ちょっとねゴム板を下に引いて、その上からねビニールテープを巻いて、そこにですね、金属の、取り付け金具を、ぶる下げようというふうに、企みました。はい、じゃあとりあえずね、つけていきたいと思います。はい、まあ、ここはですね、そうですね、そんなに、もしかしたらね、長くは持たないかもしれないです。数年の話かもしれないですけどね。まあ、また外して取り付け直すとしてもですね、大した手間には、ならないと思いますので、まあ、高級的なものとは思ってませんけれども、まあ、もしね、ゴムがボロボロになって、いたとしてもね、まあ、ゆるゆるになっちゃったりしたらね、やはり取り付け直さなきゃいけないかなとは思います。はい。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい、そしてね、このホームセンターで、まあ、数百円で売ってる、こういう金具ですね。はい、これをここに、こうつけて、下にね、穴が、ネジ穴が2つあります。この穴を利用して、まあ、1つはロックで、1つは、このね、はい、サイドバックサポートをどちらかに、こうつけようかなと、はい、いうふうに考えてます。まあそんなにね、この、まあ、サイドバックサポートに何か重量を乗せるようなね、重たいようなものをつけるつもりはありませんので、まあ内側のね、タイヤの方に、なるべく食い込まないようにさえすればね、用は足すと思います。はい。じゃあ前の方もね、このゴムの板を巻いて、同じようにね、ビニールテープで、上から、巻いていこうと、はい、思います。はい。まあ、ちょっとね、位置決めがね、まあ、重要になってくるとは思うんですけれども、まあ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 、そんなに細かいことは気にせずにやっていきましょう。まあダメだったらすぐね、これをテープを剥がして、ゴムの位置を変えればいいだけですのでね。はい、じゃあまあとりあえず、ちゃっちゃっちゃとやっていきたいなというふうに思います。はい、じゃあテープを巻いていって、はい、まあ、このね、ゴムとテープをね、当然巻いた上から、ロックしますので、その金具に関してはね、この、まあ、バーギリギリのものを買っちゃうともうはまらなくなりますのでね、そこはまあ一応、計算した上で、その留め金のね、この金具の方は、太さを選んでもらった方がいいのかなと、はい、思います。じゃあこちらにも、その金具をつけていきましょう。はい、はい、こんな感じですかね。まあ、やっぱりちょっとこう締まりきらないぐらいですよね。はい、そのぐらいでちょうどいいのかなと思うんですけどね。はい、締まりきっちゃってるとね、今度逆にゆるゆるになっちゃいますからね。はい、そしたら一応ですね、下の方は、ナイロンナットですか。はい、ナイロンナットを使って、まあ、緩み防止ナットですね、こちらを留めていきたいなと思います。はい、で、まあ、上の方はね、ハードロックナットっていうやつでしたっけ？二重のナットになってるやつですね。一応そちらで止めていこうかなというふうに思ってます。はい。やはりこれ、上の穴をね、使うことにしました。どうしても下の穴を使うと、それだけ、この薄っぺらい板で、こう、なんていうんですかね、張力がつくというか、ボヨンボヨンとなってしまうというふうに思いましたので、まあ、下はロックと、はい、いうふうにしました。はい、そしてこちらがね、ハードロックナットですね、オスとメスのナットがあって、これをついで使う形になります。
はい、まずはね、お酢の納豆ですね。はい、それを、まあ、ワッシャーで、一応これ、まあ、汎用のやつなんでね、ちゃんとした、まあ、ボルトがありませんのでね、はい、こういう形で止めていこうと思います。まあ、できればね、中空ナットみたいなものを間に入れた方がいいとは思うんですけどね、はい、ちょうどいいものがなかったのでもうこれでやっていきます。はい、じゃあこちらもとりあえずはお酢のね、ハードロックナットで後ろを固定して、仮止めですけどね、していきます。でね、空波はですね、この、薄型のね、スパナっていうのを持ってないんですよね。はい、持ってなくてね、ちょっとどうも、ハードロックナットのナットってすごく薄いんですよ。で、ちょっと引っかかりが悪くてですね、ここを止めるのに、だいぶちょっと苦労しました。まあ、今度次回からはですね、ぜひ薄型のスパナをですね、ちょっと一個用意しておきたいなと思います。はいはい、とりあえずははい、こんなもんでいいかなと思います。はい、よし、あんまりやってね、舐めるとね、嫌ですからね。はい、こんなもんでいいでしょうか。よいしょ、もう一息。はい、そしてね、前の方も止めていきます。はい、まあ、ここはね、正直、まあ、下と同じナイロンナットでも良かったかなと思ってます。はいはい、まあ、とりあえずね、買ってきたんでこれを使いましょう。もうこういう感じで滑るんですよね。後ろのロックがこう外れちゃうんでね、指でこう押さえながらやってるんですけどね、結構滑っちゃうんですよね。だいたい、ナットの掴む位置、まあ、高さが2ミリぐらいしかないですねはい、よいしょ、はい、こんな感じで、まあ、とりあえずはいいでしょうか。いい、はい、そうしたらね、その上から、今度はメスですね。はい、メスのナットを締めていく形になります。はい、まあ、これでね、外れにくくなると、はい、いうものですね、これね。はい、じゃあそちらの方のナットは今度は、反対側からね、締め付けないといけませんので、反対から締め付けていきます。まあ、いろいろね、手の入らない、入りにくいようなところに、まあ、ナットとかね、ボルトを回すような時っていうのは、こう、なんていうんですかね、エクステンションバーですね。はい、これがあると非常に便利です。はい、でも、もうちょっと長いのが欲しかったかな。はい、ちょっと結構ギリギリです。はい、まあでも、できないことはないので、これで締めていきます。はい、そしたらね、とりあえず右側つきましたので、このね、サイドバックサポートって汎用ですんでね、ここのネジを緩めたり、まあ、締めたりすることでいろんな形に変形できるんですよね。まあ、一点止めも可能っていう形になってますので非常に便利ですね。まあ、Amazon で、1000円ちょっとで売ってますんでね、これは本当使えますよ。はい、そしたらですね、まあ、右側終わったんで今度は左側ですね、こちらをやっていきたいと思います。まあ、作業的にはね、同じ作業になりますので、まあ、ここはできれば、端折って、いけたらなというふうに、はい、思います。はい、じゃあ同じようにね、下の方は、ナイロンナットで、止めていきます。はい、よいしょ。まあね、こちら側はね、まあ、なぜ反対側からやったかというとですね、こちら側は、この MT-01 の場合ね、センタースタンドありませんので、まあ、サイドスタンドで立ってますからね、ちょっと見えにくいんですよね、こちら側に傾いてるので。はい、ですのでこちら側はね、まあ、動画にした際は、端折っていきたいなと、はい、思います。はい、とりあえずじゃあ、ハードロックナットを締めていきます。はい、はい、こんなもんでしょうか。はい、そしたらね、今度は、メスのナットですね。はい、こちらをはめていきます。はい、まあ、いろいろね、この、まあ、
リアキャリアに関してはね、つける予定ですって言った時にね、ヘプコのね、あのキャリアをすごく勧められたんですよ。はい。それがすごくいいですよっていうことでね、でもあえてね、ソラナミはベンチュラにしました。なぜしたかというと、これがしたかったからなんですね。はい。ヘプコとかね、まあ、レンテックですとね、この、バーがないわけですよ。で、ここに何かを引っ掛けるっていう使い方ができないと思ったので、まあ、なんとかね、こういうサイドバックというか、そういったようなものをつけたかったので、これを選びました。耐荷重的にはですね、このキャリア、その、まあ、キャリア自体の耐荷は、ね、5キロなんですね。はい。ですので、そんな大きな箱は乗せられないんですけれども、この台座というか土台、このバーの部分ですね、こちらに関してはね、耐荷重が7キロなんですよ。なんで、その2キロの部分を、なんとかうまく利用できないかなというふうに考えたのが、まあ、これですね。はい。よいしょ。で、比較的ね、安く、まあ、部品も、そうですね、1000円ぐらいでできますし、まあ、この、サイドバックサポート入れても多分3000円ぐらいですね。はい。そして、まあ、バックはね、今、あるものを使ってもいいですし、はい。こんな感じでね、つきました。はい。じゃあね、とりあえずね、このグロムから今、剥ぎ取ってきました。このミニシェルケースですね。まあ、これをちょっと仮でつけてどんな感じになるのかというのをね、見ていきたいなと思います。はい。じゃあちょっとつけていきましょう。はい。やっぱりそうですね。ちょっとミニシェルケースだと幅がありすぎますね。幅がありすぎるんで、ちょっと見た目が不格好ですね。まあ、しかも四角いのでね。まあ、ここはしょうがないです。まあ、今ちょっともう紐とかはね、固定紐は止めないでおきましょう。はい。まあ、こんな感じになるかなと、はい、思います。うん、まあ、悪くはないですね。はい。うん。まあ、あとはね、この位置につけるバックとしてね、何を選定するかが問題になってくるんですけど、なかなかいいですね。まあ、もうちょっと薄くてね、形も三角形で、こう、うまくこの間に、入り込むような、バッグですね。容量的にはそんなに取れないでしょうけれども、そういったバッグをね、ちょっとこれから選定したいと思います。はい。じゃあ今日はね、このヤマハ MT-01 に、サイドバックサポート、はい、これを取り付けましたという動画でした。はい、ということでね、後日こちらの南海さんの、サイドバック、はい、ちょうどいいですね。はい、もう計算通りです、イメージぴったりでした。はい、これをね、うまくここに、つけることができました。はい、これでね、上のボックスと合わせて、MT-01 の積載能力もね、だいぶ良くなるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ長距離のね、連泊等は、なかなか難しくなるかもしれませんけれども、まあ一泊旅行ぐらいでしたらね、全然余裕になったんではないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。